ミワン、ミワンは、香港東東部にある住宅、商業地区。ミワンは、香港の18行政区でいうと、北住、魚湯、太古城、高山、西湾が、芝湾、小西湾などで構成される東区に属する。香港東東部の交通の要衝でもある。というのは、香港名物2階建て路面電車の東側の、奇襲点であり、 地下鉄港当線の駅及びバスターミナルがあるためである。また赤いミニバスの発着が多いのも特徴である。トラムの奇襲点周辺は香港のどこにでもあるような庶民的な商店街と住宅が立ち並び、その一方で高台と海辺には近代的な高層住宅群が並ぶ。海辺の住宅地区は別名アルドリッチベ米とも呼ばれている。 香港島南区の大波湾、石沖方面へのバス路線の出発点でもある。石、沖はじめ、鉄道のない香港島南部へ出かけるために、ここで地下鉄からバスなどに乗り換える人が多い。石大へ行くには、ここから2階建てバス、9番が出ている。またこれとは別に休日を中心に、レジャー客を当て込んだ赤いミニバスも多く出発する。 ミワン発石大きい駅のミニバスで大波湾に行くことができる。大波湾という地名は、香港には3カ所ある。香港島のほか、最高北東方の半島部、ランタオ島南西部にあるので、注意が必要。湾という名が示すように、もともとは、入江となっていた場所で、良好な漁港となっていた。実は米を洗って、水を切るのに使うザルを意味するが、 湾の形状がこれに似ていたため名付けられたと言われる。明の万歴年間に編纂された、海図集、越大記にはすでに記載されている。秋夜に台風で、ここにたどり着いた商船が、辺りで食料を探したが、人もおらず、入手できずに上に苦しんだため、上人湾という俗称もあったと言われる。18世紀の中頃、台風を避けるのにいい場所として漁民が集まるようになり、 あとに、香港五大漁港の一つに数えられるほどになった。また、付近では、京州から来た、八家人が花崗岩を採掘するようになった。1841年の人口センサスでは、未完には約1200人が住んでおり、当時の香港島の人口4350人の約28%を占めたが、大部分は、単民であった。 1860年代に海賊が横行するようになり、香港総督の命令で一体のバラックは整理された。中華民国が成立した1911年には人口は7000人に増え、1920年代には簡単な工業も起こるようになった。第二次世界大戦後、大量の難民が中国大陸からやってきて、付近の山合いに13の村を形成したが、 環境が劣悪なバラック住宅がほとんどであった。1960年代より、香港政府による大規模な区画整理事業が開始され、また大規模な埋め立て工事も始められ、漁港は姿を消した。1976年2月1日、旧正月のさなか、バラック住宅街から出火。800棟が消失、3000人が焼け出された。また、1983年に、 成十時計の大火事で付近の住民の多くが焼け出されたことも再開発の契機となった。政府は、あたりの山を切り開いて造成し、洋東村、京東村等の公共住宅を建設し、現在の高層住宅群の走りとなった。三完東管理中学、三完管理小学、三完高志進学校。ありがとうございます。